東京都立足立新田高等学校は、東京都足立区新田二丁目に所在する、都立高等学校。1979年に東京セロファン市、株式会社工場跡地に開校。学校名は、高南となる予定であったが、地域住民の要望により、足立新田が採用された。以前は、入試で定員割れが、相次ぎ、瞬、ま、高との対立構想等で風紀が著しく、 後廃市一時は中退率が5割を超えるなど学校全体としては惨憺たる状況であり、1997年に開始された都立校再編計画では、だ学区の底辺校同様に廃校を検討されていた。この状況を改善するために、1997年11月に校長に就任した鈴木隆弘を中心として、大掛かりな改革を実施することとなった。 その具体的な内容は以下の通りである。結果的に入試倍率は急上昇、中退率が大幅に減少したことで学校全体が落ち着きを取り戻した。それに伴い部活動も活性化し、都立高校では唯一の相撲部や2年連続3度目となるインターハイ出場を決めた陸上競技部などが好成績を収めている。 また野球部は2006年選手権大会東、東京大会でベスト4、2007年2008年はベスト8、2009年ベスト16、2010年ベスト8の実力を持っている。このほか多くの力士がいる。ありがとうございます。